生産緑地地区とは、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区の一つであり、その要件等は、生産緑地法によって定められる。市街各域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度に沿って、管轄自治体より指定された地区を指す。この制度により指定された農地、または森林のことを、生産緑地と呼ぶ。 昨今、大都市圏など一部地域において都市化が急速に進んでいるが、一方緑地が本来持つ地盤保持や保水などの働きによる災害の防止及び農林漁業と調和した都市環境の保全などのため、将来にわたり農地、または緑地等として残すべき土地を自治体が指定することにより円滑な都市計画を実施することを主目的としている。また、 大都市圏の一部自治体においては、生産緑地指定を受けることで、固定資産税課税の基礎となる評価が、農地並みになる措置が受けられる措置もある。なお、一旦指定を受けた土地は、一定の要件を満たす場合の他は原則として解除、できない。生産緑地には、営農義務が生じるが、実際は工作していないのに工作しているように、見せかけ、 特典のみを享受する事例が報告されて問題になった。主に市街各域内の農地の宅地転用を促す目的で大都市圏の一部自治体においては市街各域内の農地について固定資産税及び相続税の課税が宅地並みに引き上げられた。しかしながら農地や緑地の持つ前述の役割が都市部においても変わるわけではないので 生産緑地地区が誕生した。当初は条件が厳しかったが、長期に営農することで課税を農地並みにしていた、長期営農継続制度が1991年に廃止されることとなり、状況が変化した。このままでは市外化区域農地に対して宅地並み課税が課せられるので、その対策として生産緑地については農地課税を継続することとなり、 生産緑地の指定条件も緩和されたため、この制度による指定を受ける農地が増加した。なお、該当する自治体は次のように定められている。生産緑地に指定する際には、生産緑地法により定められている次のような要件を満たすことを所轄自治体が審査する。前述のように、1991年の長期営農継続制度の廃止とその対策の 生産緑地指定条件緩和から30年以上が経過する2022年以降農家の高齢化後継者不足による離農により都市部の大量の土地が生産緑地指定を解除され宅地として不動産市場に流れることで地価が下落大暴落する懸念が2022年問題として論じられている以下のいずれかに該当する場合に市区町村に 買取申し出を行い、市区町村が買収せず、買取希望紹介、農業経営者への買取外線を経て、生産緑地として買収する者がいない場合には、生産緑地の指定が解除される。江戸川区、生産緑地、偽装を見抜けず、都政新法を。 http コロンスラッシュスラッシュ www.toseishimpo.co.jp スラッシュ modules スラッシュニュースリテールインデックス php id イコール117 2017年9月1日閲覧農家がむさぼるおいしすぎる特権税金減免に農地なあり金が続出週刊ダイヤモンド http://diamond.jp:/articles/.62745 ページーイコール32017年9月1日閲覧。長島治2022年に破裂する生産緑地という次元爆弾対策していない自治体の土地を買ってはダメ。 東洋経済オンライン https コロンスラッシュスラッシュ t o y o k e i z a i.net スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ1819792018年10月26日閲覧。沖友人。生産緑地の2022年問題で、都市部の地下暴落は本当かダイヤモンドオンライン。 https://diamond.jp/.articles/.1389212018 年10月26日閲覧。住宅地下に2022年問題。生産緑地が下落要因に農業縛り溶け大量供給化。日経スタイル、https、スタイル、日経 .com、アーティクル。 約住むぞ 23859120U7A121C1PP0002018 年10月26日、閲覧。世田谷、練馬が危ない。2022年問題で大暴落するのはこの地域。週刊現代。 h t t p s ラッ,ラッシュ現 i i s m e d i a j p a r t i c l e s 5 4 0 6 0 2 0 1 8年10月26日閲覧。ありがとうございます。